ジェームス・ジェマーソン、ジェームス・ジェマーソン、ジェームズ・リー・ジェマーソン、1936年1月29日から1983年8月2日は、アメリカのベーシスト。アメリカ合衆国サウスカロライナ州ジャールストン出身。1960年代から70年代初頭における、モータウン黄金期のベーシストである。 現代のポピュラー音楽において最も影響力のあるベーシストとして知られており、没後17年にあたる2000年にはロックの伝道入りを果たしている。サウスカロライナ州のエディストアイランドに生まれる。母親と共に移住したデトロイトでベリーゴーディと出会い、1959年にはベーシストとしてモータウンを中心に活動していた。同時期にはジョンフッカーや、や、 ジョーン・バイズらのサポートも務めており、幅の広さを示している。モータウンを黄金期の代表曲として、シュープリームスの恋は焦らず、テンプテーションズのマイガール、ホートップスのバーナデット、マーサザ・バンデラスのダンシング・イン・ザ・ストリート、スモーキー・ロビンソン&、ミラクルズのゴーイング・トゥ・ア・ゴーゴーなど、多数の曲でベースを演奏している。しかし、 ジェマーソンの名がモータウンのレコードに初めてクレジットされたのは1971年のことだった。モータウンは1972年にロサンゼルスへと移転。ジェマーソンもロスへ移住するが1973年にはモータウンから離脱している。離脱後におけるジェマーソンの仕事としてシングルではグラディスナイトのニーザーワンオブ・アスのブギーフィーバー。 マリリン・マック・ウンドのアルバムでは、ロバート・パワーの、プレッシャードロップの、エレメンタリーの、ウィゴ・ア・ロング・ウェイ・バックナがある。主語がた,たり、1983年に、肝臓病のため死去。ジェマーソンは、多くのベーシストに影響を与えている。ファンク、R ・ R&B では、バーナード・エドワーズ、シック・ブーツィー・コリンズ、ダリー・グラハム、フレッド・トーマス、マーク・アダムス、 スレイブ、スティーブ・ワシントン、など。ロックでは、ポール・マッカートニー、ゲイリー・セイン、ユーライア・ヒープ、メル・サッチャー、グランド・ファン・クレール・ロード、アンディ・フレイザー、フリー、ロジャー・グローバーなど。ジャズ・クロス・オーバーでは、マーカス・ミラー、スタンディ・クラーク、チャック・レーニーなどが影響を受けている。息子のジェームス・ジェ・マーソン・ジュニアもベーシストだったが、2016年に死去している。 ジェマーソンの使用していたダブルベースはドイツ製のアップライトベースである。10代だった頃にこれを手に入れ、モータウン時代にモノ、マイ、ギーやマーサザバンデラスのヒートウェーブなどのヒット曲で使用する。その後もアップライトベースを使用していたが、1960年に友人のホレス、シリルースからエレクトリックベースを使いよう説得され、 ホレスが所有していた1957年製のフェンダーのプレシジョンベースを譲り受ける。このベースはボディは黒に塗り直されており、ブラックビューティーと呼ばれていた。ジェマーソンが自身のキャリアのほとんどを通して使い続けたのが、1962年製のサンバーストフィニッシュのプレシジョンベースである。ブラックビューティーは盗難にあってしまったため、これが彼にとって2本目のベースとなる。 ピックアップフェンスとブリッジガードは購入時と同じ状態で取り付けられている。演奏時のボリュームとトーンのノブは全開であった。このベースもジェマーソンの死の数日前に盗まれてしまい、現在も見つかっていない。彼はこのベースにファンクマシンと名付け、ネックのジョイント部分にファンクと刻み込んでいた。弦はエルエベッラのヘビゲージを使用していた。ジェマーソンはフラットワンドの弦を張り、 ほとんど変えることはなかった。指板からの原稿は非常に高くアップライトベースの感覚に近づけていたと思われる。しかしあまりに原稿が高いがゆえに、このベースでの演奏をしたものは誰しもとても演奏できるセッティングではないと言ったほどであった。このセッティングにより演奏が困難になる一方で、ジェマーソン本人はこれが良質のトーンを生み出すと考えていた。 ブリッジの下にはスポンジを仕込み、サステインを減らす工夫をしていた。70年代に入り、プロデューサーより派手な音を得るためにラウンドはウンドの弦に変えるように言われたが、ジェマーソンはこれを拒否した。ストイックな印象の強いジェマーソンだが、ベースとアンプをワイヤレスで接続する装置や、ハグストロームの8弦ベースを使うなど、新規性を求めた逸話もいくつかある。また、生前に、 フェンダーの5弦ベースを所有しており、本人の死後、自宅に残っていたベースは前日のアップライトと、この5弦ベースであった。クラブで演奏を行う時のアンプは、アンペグの B-15 を使用していた。広い会場においては、青色人工比較張りのカステム射精15インチツインスピーカーアンプを使用していた。いずれのアンプにおいても、バスのつまみは全開にし、 トレブルのつまみは半分ほどしか上げなかった。レコーディング時にはベースを直接ミキシングコンソールのヘッドアンプ部分に接続てレコーディングを行っていた。ジェマーソンがアップライトベースからエレクトリックベースへと転向する上で引き継がれたのが自身のピッキング法である。ジェマーソンは右手の人差し指のみでピッキングを行い、小指はピックアップフェンスの上に置き、 親指で残りの弦をミュートした。このことから彼の右手人差し指にはザフックという愛称が付けられたほどである。一本指で複雑なフレーズを演奏できたのは開放弦を多用していたことに加え、一回のストロークで複数の弦をピッキングするレーキングの技術に長けていたからだと考えられる。そのため、ほとんどのフレーズは5フレット以下のポジションで演奏したと言われる。ただし、 曲によっては人差し指と中指のツーフィンガーで演奏することもあった。ワンフィンガー奏法を得意とするベーシストのチャック・レーニーはジェマーソンからツーフィンガー奏法を強く勧められたと10回している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。